はい、こんにちは。5月の9日ですね、木曜日夕方の散歩です。ただいまの時刻は6時20分とか25分とかそんなもんですね。で、本日はね、結構いい天気です。ずっとね、なんか雨降ったりとかいう変な天気でしたが、今日はバッチリ晴れてます。はい、まあもう夕方なんでね、西の空は、オレンジ色に染まってます。で、今日からピースケは夏服にしました。スカジャンは洗いましたね。洗濯中です。やっぱね、薄手の服になってるから、あのハーネスがちょっと緩くなっちゃいましたね。どうした？どうしたの？何クンクンクンしてんの？くんね、寒がりだからもうちょっと厚手の服の方がまだいいんでしょうけれども、まあ大丈夫でしょう。ハーネスをどうしようかな。首周りはね、これ以上ちっちゃくならないんですけど、胸周りはほんのちょこっとだけちっちゃくできるんで、ね、ちょっとだけ緩いよね。ほいほいほい。前足の後ろにつけてるから多分抜けることはないとは思うんですけどね。どこで買ったんだっけな、幕張だっけ、ヘッド博で買ったんだっけな、なんか違うような気がするんだけど、他どっか行ってない、どっか行ったっけ、行ってないよな、行ったか、出ないな。ちょっとだけね、お高めな感じでしたけど、かっこいいですよね。これ骨柄です。骨と肉球。ほら、行くよ、はい、はい、こうや、
ほら、はい、あ、うんちか、はい、じゃあ今日のお散歩動画はこれで終わります。また明日。